今日も MC ゆりかのタイムレンジャーお姉さんことゆりかです。はい、恒例となってまいりました。本日は、お家で過ごそうのゴールデンウィーク週間にお家で遊んでいただけるコンテンツとして本日も作ってまいりました。本日はやいやいコロナウイルスといった感じでかくれんじゃー検定を作成いたしました。こちらの、検定もですね、全20問1問5点採点の100点満点、答え合わせまでを10分でできる非公式のクイズとなっております。ぜひかくれんじゃーが、大好きな皆様、もう大好きとかそんな問題じゃないってぐらいの皆様、大好きだったな、好きだったな、何回か見たな、かくれんじゃー知ってるなっていう、とにかくかくれんじゃーの皆様、ぜひですね、紙とペンをご用意して、ぜひ受けてみてください。あのね、これまでの私の検定受けていただいた皆さんも分かると思うんですけど、私いつもペンと鉛筆用意してくださいって言うんですよ。で、どうして間違えるか分かったの？あのね、紙とペン、紙が最初に来るんですよ。普通に紙と鉛筆用意してくださいっていう時、紙とペンとか紙と鉛筆って言うんですよ。それを私はペンを先に言ってしまうばっかりに、ペンと鉛筆ってね、いつも言ってたってことが分かりました。はい、大発見です。なので、紙と鉛筆もしくはペンをご用意していただいて、ぜひこの検定受けてみてください。そして今回の検定の難易度なんですが、一番初めに作ったもう超絶難しかったタイムレンジャー検定ね、こちらの反省を生かして、これまで真剣ジャー検定、銀河マン検定、デカレンジャー検定、そして555検定、これらをこれまで、漢字検定でいうところの3級と4級の間ぐらいを意識してね、あの履歴書に書いていいかなどうかなぐらいの、レベルを意識して作ってまいりましたが、本日の各レンジャー検定ね、自分で作ってみて若干それらより難しくなってしまったかなっていう感じではございますが、タイムレンジャーほどの、あのもう超絶赤点みんな続出ね、赤点もうあの皆さんのツイッターなどをね、あの拝見しましたところ10点とか、あの1問も解けなかったなんてね、あの方もいらっしゃいました。タイムレンジャー好きなのに、なのでそういうレベルではないと思います。なのでぜひ皆さんもご参加ください。はい、前置き、十分に長くなってしまいましたので、早速検定の方へと行きたいと思います。レッツゴー。第1問、カクレンジャーは何という乗り物に乗って妖怪大事の旅をしていますか？第2問、物語始め第1話でサスケとサイゾウは何と何を食べるかで揉めていますか？第3問、ジライアはどこから来た忍者ですか？第4問、正解が先祖から、忠告された言葉、言われた言葉は何ですか？これ全部で、細かく分けると4つあります。どれか1つでも正解でしたら、この問題は正解でございます。第5問、カクレンジャーを支えている、これ、なんとかやけん、といった口調でお話をする師匠的存在の方の名前は何ですか？第6問、カクレンジャーたちは普段何屋さんをやって生計を立てていますか？第7問、正解が妖怪の力によって食欲が抑えられなくなってしまった時、鶴姫は正解を救うために忍法を使って何の食べ物に変身しましたか？第8問、23話で鶴姫はお誕生日を迎えてみんなにお祝いをされますが、何歳の誕生日でしたか？第9問、物語中盤、カクレンジャーが初めてそれぞれバラバラになり、真の戦士となるための訓練の旅に出かけた際に何をそれぞれ探しに行きましたか？第10問、そしてその訓練の旅の最中の戦いの中で、正解と才蔵は何になってしまいましたか？これ、ヒントとしましては生き物、何かの生き物になってしまいました。第11問、ジライアの父親を実は昔殺していた、ジライアの育ての親であり師匠である、人物の名前は何ですか？第12問、カクレンジャーたちの試練の旅を乗り越えて、手に入れた3つのものは何ですか？この3つのものが合わさって三神将がその証として生まれます。ヒントといたしましては、この3つのものというのは、スポーツ選手、スポーツをしている方、特にまあ格闘技選手とかね、がよくあの口にする大切な、3つ、鍛えなければならない3つのこととして、私たちの、現実世界でもよく聞くような、言葉であります。第13問、妖怪たちの最下級兵士、いわゆるスーパー戦隊でいうところの雑魚キャラの名前は何ですか？第14問、
飛行士ジュニアがいつも奏でている楽器は何ですか？第15問、鶴姫が昔幼馴染のお姉さん雪代月代と一緒に組んでいたグループの名前は何ですか？はい、こちらですね、ヒント2つ申し上げます。1つ目は、なんとかシスターズという名前のグループです。そして2つ目のヒントが、この幼馴染のお姉さんの一人の名前月代、こちらがヒントとなります。第16問、サスケのいとこの名前は何ですか？第17問、忍者マンがどうしても言われると許せない大嫌いな言葉は何ですか？第18問、才蔵が目を隠してでもできてしまうことは何ですか？第19問、妖怪大魔王の力によって犬の姿にさせられてしまった、鶴姫にとっては兄弟同様の存在の2人の名前は何ですか？そしてラスト第20問、カクレンジャーたちが最後の、戦いの時に、妖怪たちの封印の扉とは何の扉だということに気づきましたか？こちらね、カクレンジャーが大好きな方でもちょっと最近見てないよっていう方は、的確なそのね言葉ぴったしに、思い出すのは難しいかもしれないんですが、カクレンジャーが最終的に学んだことといったところですね、それを答えられていたら正解としますので、それについてお考えください。はい、皆様お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか？今ね、紙に書いていただいてる問題で、あれちょっと思い出せそうかもしれないみたいな問題もいくつかあるかと思います。もしくは答えをちょっとね書いたいなーなんていうところもあるかと思いますので、ちょっとの間ですね、最後の、シンキングタイムをご提供できればと思います。どうぞ。ライトアップのブリッジは一元雪のダイモンアドベンチャー、こっちとあっちのミステリー、繋げてみせてよ Secret カクレンジャー、カクレンジャー、忍者忍者忍者戦隊カクレンジャー。はい、皆様考える時間少しありましたでしょうか？というところで早速ですが答え合わせといきましょう。第1問、カクレンジャーたちは何という乗り物に乗って妖怪退治の旅をしていますか？こちら答えは猫丸でございます。第2問、第1話でサスケとサイゾウは何と何を食べるかで揉めていますか？こちら答えはラーメンとハンバーガーでございます。こちらどちらか正解した方はこの問題正解といたしましょう。第3問、ジライアはどこから来た忍者ですか？ジライアはアメリカから来たアメリカン忍者でございます。第4問、正解が先祖たちから言われた言葉、注意された言葉は何ですか？はい、こちら細かく言うと正解4つございます。どれか正解でしたら、この問題は正解になります。インスタントばっかり食うなよ、米食え、くのいちにはご用心、そして性格直せよでございます。第5問、カクレンジャーたちを支える師匠的存在、なんとかやけんというような喋り方をする彼の名前は何ですか？彼の名前は三代ゆいでございます。第6問、カクレンジャーたちは普段何屋さんをやって生計を立てていますか？こちら正解はクレープ屋さんでございます。鶴姫、このクレープちょっと甘さが足りんけんの。第7問、正解が妖怪の力によって食欲が抑えられなくなってしまった時に、正解を助けるために鶴姫は忍法を使って何の食べ物に変身しましたか？忍法、鶴姫バーガー、ハンバーガーが正解でございます。第8問、第23話で鶴姫はお誕生日をみんなにお祝いしてもらってますが、何歳の誕生日を迎えましたか？鶴姫は16歳になりました。第9問、物語中盤でカクレンジャーが初めてバラバラになり、真の戦士となるための試練の旅に出た時にそれぞれ何を探しに出かけましたか？こちら答えは忍びの巻でございます。第10問、
そしてその試練の旅の最中の戦いの中で、正解と才蔵は何になってしまいましたか。こちら答えはカッパでございます。第11問、実はジュライアの父親を昔殺害しており、ジュライアの育ての親そして師匠である人物の名前は何ですか。こちら正解はガリでございます。ガリ先生とジュライアは呼びます。第12問、そしてその試練の旅を乗り越えてカクレンジャーたちが手に入れた3つのこと、その証として三神将が現れるんですけれども、この3つとは何ですか。はい、こちら、スポーツ選手そして格闘技選手を例にヒントに挙げさせていただきましたが、神、技、体が正解でございます。私三神将のことをですね、三神将の化身ではないけれども、三神将が証として、紹介しましたので、こちら愛と勇気と希望と答えた方々も正解といたします。第13問、妖怪たちの最下級兵士であり、スーパー戦隊でいうところの雑魚キャラにあたる、彼らの名前は何ですか。こちら正解はドロドロでございます。私ね、スーパー戦隊の下級兵士の中でですね、一番好きなのがドロドロです。ムンクみたいな顔してね、こんなことをしますね。そして何よりドロドロはエアロビが踊れます。ダラッタラッタラランビシビシマキビシもはやエンディングのね、主役はドロドロっていうね。第14問、貴公子ジュニアがいつも奏でている楽器は何ですか。こちらですね、本当は2つあるんですがあえて言いませんでした。どちらか正解でしたら正解です。ピアノもしくはエレキギターが正解でございます。あんたたちこれ答えてなかったら許さないのよ。第15問、鶴姫が昔幼なじみのお姉さま方、雪代と月代と一緒に組んでいた、グループの名前は何ですか。こちらヒントとして何々シスターズという穴埋め形式にいたしました。そして、お姉さまの一人の名前である月代、こちらがヒントと申し上げましたが、答えは、お仕置きセーラーシスターズでございます。この期間ね、カクレンジャーが放送してた94年95年っていうのはセーラームーンのアニメ版、一番最初のアニメ版ね、私セーラームーンさんに大好きなんですけれども、R が多分93年に終わったので R がすごくヒットしたんですよね、セーラームーンので、そのね名残でセーラームーンっていうのがすごく流行っていて、 S が多分放送してるぐらいの頃だと思うんですけど、そこからね来てるのかなと。でミサンガとか鶴姫が自分の誕生日の時にみんなでプレゼントするようなシーンがあると思うんですけども、ミサンガも時代すごく流行っていて、それもねセーラームーンのねお話に出てくるので、結構ね時代のねこう一致というか時代のそういったね背景をね感じられるので、一緒に見てみたりすると、同じ時期に放送された番組なんだなっていうのをねすごく感じられますので、ね結構ちょっと皆さんもし、セーラームーンをお好きでしたらやってみてください。第16問、サスケのいとこの名前は何ですか。サスケのいとこはコスケという名前でございます。第17問、忍者マンがどうしても言われると許せない大嫌いな言葉は何ですか。答えは青二歳でございます。忍者マンはどうしても青二歳と言われると切れちゃいます。忍者マンはね青いですからね、体もね。第18問、才蔵が目を閉じたままでもできてしまうことは何ですか。こちらちょっと細かい部分から引き出した問題なんですが、答えはお裁縫でございます。俺たち一度もバラバラになったことなんてないのよ。カクレンジャーってどうして女性よりも女性らしい言葉を話すキャラクターが多いんですかね。あれも流行ったんですかね、この時代。第19問、妖怪大魔王の呪いによって犬の姿にさせられてしまった、鶴姫にとっては兄弟同様に育てられた2人の名前は何ですか。こちら太郎と次郎が正解でございます。そしてラスト第20問、こちらねちょっと問題としてはちょっと難しい問題になってしまったかなと思うんですけれども、カクレンジャーたちは最後の戦いの中で妖怪の封印の扉とは何の扉だということに気づきましたか。こちらですね、的確な言葉の正解としましては人間の心の扉が正解となります。
その言葉を語った上でですね、人は誰でも心の中で戦っている自分の、怒りや憎しみを、ね、消そうとしながら戦っているだけど、まあそれをね完全に封印をすることなんてできないけれども、それと立ち向かうことこそが、大切なんだっていうことに、カクレンジャーは最後に気づきます。そのようなねことを、答えとして書かれた皆様、この問題は正解となります。はい、皆様答えはつまでお疲れ様でした。イエイエイ。皆さんいかがでしたか。ちょっとね質問の聞き方としてね難しかったなっていうものが多くありましたので、今後のねスーパー戦隊検定においてもちょっと反省を生かして、もうすでに反省してますを生かして、やっていきたいなと思っております。そしてですね、この検定の結果ぜひ動画のコメントでしたり、Twitter のリツイート、引用リツイートなどしていただいてシェアして遊んでいただけたら私としてもとても嬉しく思います。ぜひともよろしくお願いいたします。はい、そしてこの動画を通して初めて私のことを見ていただいた皆様、改めてゆりかと申します。はじめまして。私は今タイムレンジャーを中心としたスーパー戦隊シリーズの様々な真面目な考察動画でしたり、楽しい企画でしたり、ゆるい企画など行っている MC ゆりかという YouTube チャンネルを運営しております。これからどんどんねこういった企画含め、動画をね楽しい動画を作れるように、頑張っているところですので、ぜひ応援していただけたら、今後もね注目していただけたら嬉しいなと思います。この動画以外のね動画も気になる動画、概要欄やチャンネルページから辿っていただいて、ぜひ見てみてください。そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。本日もこの検定を受けていただいた皆様、ぜひ高評価ボタン、そしてコメントの方お待ちしております。そして繰り返しではございますが、チャンネル登録も、合わせてよろしくお願いいたします。そして、Twitter と Instagram もやっておりますので、ぜひ合わせてフォローのほどよろしくお願いいたします。はい、それではやいやいコロナウイルスっていうところでですね、緊急事態宣言も、今月末までっていうところに延長されてしまいましたが、負けないで、カクレンジャーの戦い方を思い出してこの危機を乗り越えていきましょう。ダンラダンラダンララン、ビシビシマキビシ、またねー。